ジエチルアエンは、化学式に ZN で表される有機アエン化合物。アエンにヘッチル元が2つついた構造で、自然発火性がある。1848年に、イギリスの科学者、エドワード・フランクランドが、世界初の有機アエン化合物として、アエンとヨーカエチルからの合成に成功した。その後彼は、ジエチル水銀を出発点とした合成法に改良した。 現代では、ヨウカエチルとシューカエチルを1、1で混合したものと、アエンーカップルの反応により製造される。ジエチルアエンは、有機合成化学において、カルボニル元の負荷反応の際の C2H をシントンとして用いられる。例えば、ベンズアルデヒドやイミンへの不正負荷反応などがあり、グリニアール主役が発見されるまでは、嗅覚剤として使用された。 ジオードメタンを作用させるとシモンズスミス主薬を生成する。ジエチルアエンは空間群対称性 I41 メートル D の正方明ら系耐震性砲単位砲で化粧化する。型章ではジエチルアエンはほぼ直線上の ZN 中心を示す。ZNC 結合の長さは194.8、PM、CZNC 角度は176.2度と、 わずかに曲がっている。基礎での構造は非常に似た ZNC 距離 PM を示す。空気に触れると自然発火することからロケットの燃料添加剤として使用され添加プラグを不要とした。アメリカ議会図書館では本を真空中でジエチルア炎上機にさらすことにより酸性子の劣化防止の試みがなされたが安全性や 本に不回収が残るなどの理由により実用化には至らなかった。水との接触により爆発的に反応し、メタン等の可燃性炭化水素や金属の水素化物を生じることから、日本の消防法では危険物、第三類に分類される。空気に触れると自然発火するが、不活性期待中では安定しており、市販のものは、ヘキサンやヘプタン。 トルエンなどの溶液で販売されている。衝撃に対しても安定している。ありがとうございます。